はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今日はですね、まあ、ある田舎の酒屋さんに行ってね、ウイスキーを買いに行きたいなと思っています。ではね、行きます。はい、いかがだったでしょうか。こちらはですね、山形県にある田舎の酒屋さんなんですが、こちらもですね、山形県でも1、2を争うぐらいね、品揃えのいい酒屋さんで、私はね、もう10年以上こちらの方にはね、通わせていただいています。そんなね、酒屋さんで今回購入させていただいたのがね、こちら、じゃん、バット69。こちらはですね、ブレンデッドスコッチウイスキーとなっています。まずはですね、情報から。バット69が誕生したのは1883年、生みの親はエジンバラの名ブレンダーウィリアム・サンダーソン。そのウィリアムが究極のブレンデッドスコッチ作りに1880年に着手。モルトとグレーンの原酒比率を変えたり試行錯誤を繰り返し、3年後には100個の樽に試作品を完成させました。100の樽に番号をつけてウイスキー好きの友人知人にテイスティングを依頼、その時に全員一致で選んだのが69番目の樽。バットは樽の意味です。で、そこからバット69の名前が付けられました。ということですね、すごいですよね。100個の樽の中からウイスキー好きが選んだ樽、そこに入っていたのがこのバット69の原酒というかね、味わいだったということですね。その味わいがね、今も継承され、バット69としてね、受け継がれているんですね。ちなみにバット69のキーモルトなんですが、ロイヤルロホナガーとグレネスク、その辺が、ね、使われていると言われています。まあ、実はね、このバット69がかなり大幅なリニューアルを実はしているんですね。バット69好きの方ならご存知だと思うんですが、わかりますか、何が変わったか。そうなんです、実はね、ラベルのね、色が変わってるんですよ。なんとね、黄色から赤に変わっています。これがね、前のボトル、そしてこれが今のボトルなんですよ。こんなに大幅にリニューアルされてるってなかなかすごいですよね。確かね、これ変わったのが今年2021年始まってすぐぐらいに確か日本では変わったんじゃないかなと私は思っています。かなりね、この黄色から赤ですよ、結構こう反対色みたいな感じの色ですよね。まあ、どういう意図で変えたのかはちょっとわからないんですが、こういうね、大幅なラベル変更が行われる場合って、持ち株会社が変わったり、構成原酒が、ね、かなり変更されたり、あとブレンダーが変わったりした時にラベルがね、大幅に変えられてることが多いんですが、まあ、今回のね、このバット69、どんな理由で変えられたっていうのはちょっとわからないんですが、どんな理由なのか知りたいですよね。誰か、ね、知ってる方いたら教えてください。こちらはですね、先ほど山形県の田舎の酒屋さんで購入させていただきました。価格は1080円、容量は 700ml、 アルコール度数40度となっています。早速ね、バット69飲んでいきたいなと思います。このようにですね、キャップはスクリューキャップとなっています。色味はですね、まあ、このように少しね、黄色みがかった琥珀色ですかね。はい、では早速香りから。
あ、香りはですね、すごいウイスキーの若い香りというか、ちょっとニューボーンのような、ちょっと焼酎のような香りが最初にちょっと感じますね。まあ、そしてその後にちょっとフルーティーな香りというか、少し柑橘系の香りもありますね。ほのかにスモーキーさがある感じですかね。では、いただきます。お、すごく軽やかな口当たりで、甘みがね、結構ありますね。黒糖のような甘さ、そしてコクが結構あって、意外に深みのある味わいですね。すごくね、美味しいです。そこまで癖もなくて、まあ、若さはあるんですが、とてもね、飲みやすい一本かもしれないですね。まあ、なんといってもね、1000円台で買えますよね。これ1080円で買いましたからね。1000円台で買える手頃なブレンデッドウイスキーらしく、まあ、モルト感はね、あまり強くはありませんが、すごくね、バランスよくブレンドされていて、スコッチウイスキーの個性もね、それなりに感じる味わいとはなってますね。いいですね。まあ、せっかくなのでね、一つ前のね、最近ラベル変更に、こちら黄色いバット69をね、ちょっと飲み比べて、どんな味の変化があるのか、そういうのもね、ちょっと見てみたいなと思います。まあ、色味はですね、こっちの黄色い方が少し濃いかもしれないですね。ではね、まず香りから。あー、香りはですね、まあ、こちらもね、ユーボーン感というか若い原種の香りはもちろんあるんですが、ちょっとね、オレンジっぽい柑橘の香りがして、すごくね、爽やかな香りで、なんか香りはね、私こっちの方が好きかもしれないですね。ではいただきます。あ、うん、かなり黄色い方が、まあ、旧ボトルの方が軽やかです。あっさりとしたライトテイストの飲み口で、フルーティー感もね、こっちの方があるかもしれないですね。旧ボトルの方が。現行の赤い方がかなりコクはありますね、飲み口としては。香りは旧ボトルの方が私は好きで、結構フルーティーな感じがあったんですが、飲み口はね、こっちの赤い方が好きかもしれないですね。ちょっとね、違います。なんかもしかして原子構成少し変わってるのかもしれないですね。どちらも良さがそれぞれありますので、好きな方もね、皆さんも選んでちょっとね、飲んでみてください。いや、しかしね、こんな突然の大幅なラベル変更でバット69ファンの方はかなりびっくりされたのではないでしょうか。まあ、今ね、結構ネット通販なんか見ても、ほとんど今だんだんこっちのね、赤いラベルの方に切り替わっていますね、いろんなお店がね。まあ、なので、まあ、コレクターの方も今のうち多分市場にある分しかこの黄色いバット69って出てないと思うので、まあ1本2本ぐらい、まあ1000円台で買えますからね、今のうちに買っておいてもいいんじゃないかなと思います。そしてね、こうやって赤と黄色のね、飲み比べなんかもしても面白いと思いますので、ぜひね、まあコレクターの方もそうじゃない方も買っていろいろね、飲み比べなんかを楽しんでみてください。ということですね、今日のひろしの隠れ家は、田舎の酒屋で買ってきた大幅なリニューアルをしたバット69、こちらをね、ご紹介させていただきました。ではまた次回。